はい。今日も社長の仕事を始めていきます。今日はですね、ポジショニングという話をしたいと思います。ちょうど今日ですね、仕組み系実践会というですね、毎月やっている仕組み化の勉強会があるんですけれども、それがテーマが、今日はポジショニングだったんで、ちょっとこの点について話をしたいと思います。で、このポジショニングというのは、要は市場の中で自社がどういうふうに位置づけられているかというお客様の認識のことを指しているんですけれども、このポジショニングとですね、似た言葉というか、勘違いされがちな言葉として、自社の強みという言葉があると思います。で、この強みとポジショニングって、ちょっと微妙にバランスを取っていかないといけないので、今日はその辺の話をしたいと思います。どうすれば市場で、その圧倒的なポジショニングを取れるかという話ですね。で、まずですね、この強みという言葉の方を最初に解説したんですけども、これは要は、まさに自社の強みで、他の会社にはできないこと。ですね、もしくは他の会社ができるんだけども、それよりも自社の方がうまくできることのことを強みというふうに言っています。で、この強みというのはですね、やっぱり長年の蓄積がないと、生み出されないんですね。これはまあ個人に置き換えて分かると思うんですけども、例えばそのプレゼンテーション能力とか、文章力もそうだし、なんかこう営業力というのも一朝一夕にできるわけじゃないんで、こう積み上げていって、その強みが出来上がるということなんですね。なので、これは作ろうと思ってもそう簡単に作れないというのがこの強みになってくるということですね。一方のポジショニングというのは、これも一夜にして作れるのがポジショニングなんですね。これ大きなメリットなんですけど、なのでこのポジショニングは、その市場の中でどこが空いてるかな、で、その中で自社はどういうところを取れるかなっていうのをですね、頭の中で考えればですね、一緒にしてこのポジショニングっていうのは作れるとですね。もちろん実際にはですね、一瞬ではなくて、いろんなこう考えてですね、分析したりして、リサーチして決めるんですけども、場合によっては、そういう長年の蓄積がなくてもね、取れるのがこのポジショニングということになります。例えばですね、私が昔やっていた仕事で、海外のインターネットビジネス情報を、会員制度みたいな感じで提供するというですね、仕事をしていたんですけれども、これまさにポジショニングがうまくいってですね、本当に一夜にしてそのポジションを独占できたんですよね。で、当時私は別にその海外のインターネットビジネス情報に詳しかったわけでもないし、海外に暮らしたこともないので、なんていうかな、そこに強みはなかったんですよね。強みはなかったんだけど、でもその、海外のインターネットビジネス業を提供するというポジショニングを思いついてですね、まさに一夜だったと思うんですけども、それで、そこのポジショニングを取って、ウェブサイト作って、広告を出したらですね、結構安定的にお客さんがやってくるようになったんですね。これまさにポジショニングがうまくいった例かなと思うんですけれども、そういうふうにポジショニングっていうのは、特にこう、地道な積み重ねなくてもですね、できちゃうのがこのポジショニングということなんですね。なので、今日はこれを皆さんにもぜひ、工夫してほしいなという話になってきます。じゃあ、このポジショニングと強みどういう関係性かというとですね、さっき言った通り、ポジショニングは別に何年も苦労しなくても取れるんですけど、ここ維持するためにやっぱり強みを磨いていかないといけないんですね。例えば、その海外インタビュービジネス情報をやるというふうになったときに、そのポジショニングを取りますよね。そうするとお客さん来ますよねと。そうするとお客さんの期待に応えないといけないんで、そこのやっぱスキルとか知識っていうのを磨き続けないといけないんですね。それがどん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 こう蓄積されていくと強みになっていくということなんで、そうするとポジショニングとこう強みっていうのが一致されるわけですね。なのでポジショニングと強みっていうのは、どっちかっていうとポジショニングの方が先に来るのかというふうに思っています。これは私の個人的な考え方ですね。ポジショニングありきで、そこに実務というか、実力を追いつくためにこう強みを磨いていくという考え方なんですね。で、これ逆だとどうなるかというと、例えば自社こういう強みありますよと、こういう技術力があって、こういう能力があってありますよねと。でもそれあってもですね、お客様から指示されなければ、お客様がやってくれなければ、その強みを発揮する場がないわけですね。逆にですね、まずポジショニングを取って、そこを維持するために、そのお客様のニーズに応え続けるために、この強みっていうのをね、長年かけて積み上げるというふうに考えればですね、その強みもポジショニングに伴ってくれば、もうそこは誰にも負けないエリアになるわけなんで、そういう考え方がいいのかなと思います。というわけで、今日皆さんのポジショニングですよね。どういう市場の隙間を狙っていくかっていうのをですね、考えてみるといいんじゃないかと思います。で、そしてそこに対して自社の強みをこう合わせていくという考え方なんですね。これをやってみるといいんじゃないかなと思います。というわけで、今日は以上となります。